アイテム番号、SCP-511JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-511JP はサイト、8181の異常物品収容ロッカーで保存されています。まだ収容されていない SCP-511JP を発見し次第、速やかに回収、収容してください。万が一、犠牲者が出た場合にはカバーストーリー、精神疾患者による自殺の配布が推定されます。現在、これらの任務に機動部隊 A5、企業の回し者が派遣されています。説明、SCP-511JP は長さ 15cm、重さ 2.5g の竹製の耳かきです。現在、368本の SCP-511JP が収容されています。SCP-511JP は燃焼、物理的な破壊に対して高い耐性を持っており、ある程度、破損させることができても、SCP-511JP を完全に破壊する試みは全て失敗という結果に終わっています。SCP-511JP は一般的な耳かきと類似しているため、見分けることが非常に困難です。SCP-511JP を使用し、耳かきを行うことによりその異常性が発現します。SCP-511JP を使用している被験者は、耳の奥に SCP-511JP を押し込もうとします。この時被験者は、異常な好奇心に襲われ、耳の痛みを感じることがなくなります。この行動は、第三者の妨害によって取りやめさせることが可能です。SCP-511JP が耳の中の約 4cm、耳小骨のあたりまで入った時、初めてその痛みを感じることになります。SCP-511JP は、鼓膜を突き破り、内耳神経に影響を及ぼします。その後、24時間以内に被験者は感嘔吐性難聴に似た症状を見せ始め、もう片方の耳にも同様の症状が現れ始めます。最終的に、被験者は会話をする際に他者の言葉が全て、自分を賛美している、ように聞こえるようになります。この影響は永続的に続く場合と、約2週間で症状が自然に感知する場合があります。これらの差には性格が影響しており、自己主張が強く、衝動的、暴力的な性格なほど、永続的に続く傾向にあります。SCP-511JP は、山口県にある、にて製造、ネット販売されていました。ある家庭の不可解な内容の通報により、財団が調査したところ、SCP-511JP の存在を確認しました。部隊によって SCP-511JP の製造元である、を制圧、36本の SCP-511JP を回収しました。しかし、から回収した帳簿によると今までに700本以上の SCP-511JP の生産、出荷が行われていたことが分かりました。現在、機動部隊 A5、企業の回し者、により SCP-511JP の回収、収容が実施されています。野元社員へのインタビュー。対象、野元社員、以降、と表記。インタビュアー、博士。富木さんにはあらかじめ、警察の事情聴取という形で偽の情報を伝えてあります。録音開始。博士今からいくつか質問させていただきます。あ、2行の沈黙、はい。博士では、あなた方が生産、出荷していた耳かきについて知っていることを教えてもらえますか？ああ、あの耳かきですか。20行ほど考え込む。知っていることと言ったらあれはもともと、うちの会社が考案したものじゃないんですよ。博士では、誰があれを考案したのですか？確か。10行ほど考え込む。ある男が考案したんです。博士もっと詳しく教えてください。日曜日に一部の社員が会社に呼び出しされたんです。急な企画会議とか、だったはずです。日曜日に呼び出しされたものだからみんな少し機嫌が悪かったですね。その企画会議中にいきなり作業服を着た男、いやはっきりと言うと男かもわかりませんでした。ただ身振りが男らしかったので。博士それで？男は黙って社長に企画書を渡したんです。それを見た社長はその男を奥の部屋に通しました。それからしばらくして社長が出てきて、やけに嬉しそうに耳かきを作ろうと言い出しましたみんな。売れるわけないとか批判の声があったけどその時の社長、嬉しそうにうなずいていました。そのまま、
社長が強行して耳かきの生産に取り掛かったってわけですよ。そういえば、ちょっと前から社長はおかしかったな。博士そうですか、男はどうしましたか？男は、いませんでした。社長と男が入った部屋も覗いてみましたが、いませんでした。博士どこかに逃げたかもしれませんね。それはありえません。だって男が入った部屋は窓もなければ排気口もない。出入りできるとしたらもう一度ドアを通らなくちゃいけません。他の社員にも確認しました。男があの部屋から出て行ったところなんて見ていないって。博士そうですか、ありがとうございます。録音終了、終了報告書の社長であるはこの頃からすでに SCP-511JP の影響を受けていると思われますは現在行方がわかっていません。さんが供述していた男については他の社員へのインタビューからも確認が取れています。男の要望は作業服を着ており髪は長く肩まで垂れ下がっています。この男について調査が行われましたが有力な情報は得られていません。ホイ119年8月15日、秋田県の民家で、2本の SCP-511JP を回収。SCP-511JP はすでに日本各地に流通していると考えられます。SCP-511JP の捜索範囲の拡大が必要です。研究員。ホイ220年1月8日、兵庫県のレンタルコンテナで段ボールに入った、150本の SCP-511JP を回収。我々は、年間どれだけ探し回っても、今回のを合わせて、368本しか回収できていない。少しだが、被害も増えゆく傾向にある。真面目な話、耳かきの代わりに綿棒を普及させれば、SCP-511JP の被害を最低限に抑えることができるのではないだろうか。博士、